おはようございます。こんにちは。こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人ニュースをお届けします。まずは、こちらからです。今日は東日本大震災と福島第一原発事故から今日で13年目になりましたね。ツ,ツイートの1日ということで、えー、この日のことは忘れません。改めて、通信でお悔み申し上げます。そして、 こちら、東日本大震災の震源域12年ぶり掘削調査日米豪日米王豪チームで巨大津波メカニズム解明目指すということでこのような話も出てきているようですこの結果も注目したいなというふうに思っておりますそしてこちらです政治の話に戻りますが前代未聞わら首相官邸の公式 X ツイートにコミュニティーノートわら 首相官邸子ども子育て政策について前例のない規模で抜本的な強化を図ってまいりますコミュニティーノート3人子どもがいる場合に1100万円という表記は古代記載であることに注意が必要ですというふうに書かれちゃってるんですねこれ前代未聞ですねこちらこのようにコミュニティーノートがついているということなんですねついたということなんですね 子ども・子育て政策について前例のない規模で抜本的な強化を図ってまいります。本日より政策について数回に分けて具体的に説明しますというふうに言われてるんですが、えー、すごいですね。ついに官首相官邸のポストにまでコミュニティノートを救ようになったってね。いやー、岸田政権はどう考えていらっしゃるんでしょうかね。そして、整理士、説明果たさず91%、大学支持率20%、過去最低というふうな共同通信の 世論調査も出てきてきおりますでその中岸田首相麻生副総裁とホテルで会食政倫審対応や安倍派元幹部の処分で意見交換かというふうに言われていますまた安倍派安倍派ってやってますねそしてこちら唐田さんです島出さんのポストを引用されていますねこれは島出さんが衆院選秋の可能性高い公明 自民総裁選後を想定という記事を紹介されて上川陽子さんのことを触れている件を唐田さんが紹介されていますね。石井公明幹事長が解散・総選挙は秋が一番可能性が高いと、島田内氏は上川陽子氏あたりを担いで女性初の女首相ブームで国民をたぶらかす三段らしい、自民党の大半も同じだろう、信頼する議員,名議員数名に上川氏が実現したい内政 内外政策はと聞いたところ皆知らないとのことだったふざけた話だとどうとでも操れる棒読み神川氏だがそんなリーダーでは日本の存続は無理というふうに言われていますまたこちら島田内さんですが自民浜田康和国対委員長自民全体が飽きられていると事は紹介されて自民全体が飽きられている浜田国対委員長その通りだが社民党に近い野田聖子氏を首相にと動いてきた浜田氏も論外 既存野党も国民民主の玉木氏など一部の例外を除けば国益を著しく損なう存在でしかない私は日本保守党の躍進に期待しているというふうに言われていますねそして島田大さんですが上川バブルは危ういが河野グレ太郎の支持が下がっているのは良い傾向もっと下がるべき現職幹事長でありながら1%内外のシェイシェイ茂木氏は破滅的な人望のなさ政界引退すべきだろうというふうに言われていますね こちら、えー、世論調査の結果、<laughs> またまあ1位がで、次の総裁選で次の総裁選に誰がふさわしいか聞いたところ、石破茂幹事長、元幹事長が22.2%、小泉進次郎元環境省が15.4%、上海保護会長が18.8%で3位に入ったというふうに言われているんですね。で、4位は高市三大さん8.3%、河野さんが7.9%、岸田省が4.9%というふうになっておったようなんですね。で、これを紹介されて、 えー、河野太郎さんの支持率が下がっているのは良い傾向というふうに言われているということですね。続きまして、こちらですね。高市さんがまずポストをされていらっしゃいます。これ見ておきましょう。今日は1年ぶりに奈良県で高市さない講演会の行事、国政報告会を開催していただくことができました。安倍晋三元総理の高い意向は、警備が強化され、手荷物検査や金属探知機が必要になることから、選挙区でお招きいただくよう、さまざまな行事、軽量会成人式、 消防出済み式、地域の新年会、お祭り等については、被災者や参加者の皆様にご迷惑をおかけするので、ほとんど出席を辞退しています。他都道府県からの講演依頼は主催者が 警護対応を了解ししててくださった上でお邪魔しています。そんなわけでおととし夏以降は週末の地元活動ができていないので次の選挙が不安でありますが今日の国政保護会に駆けつけてくださった多くの皆様に元気をいただきました次の選挙よりも次の時代を考えつつ自らの担務に集中して頑張って働きますご参加くださった皆様受付や金属探知機の対応などボランティアで助けてくださった皆様ありがとうございましたというふうに言われています 次の選挙よりも次の時代を考えつつというふうに言われているこの言葉本当にありがたくてねありがたくてすごいなっていうふうに思いますねでこれを紹介されてカルタさんが3年前の総裁選で高市政権でなく岸田政権ができたことで日本はどれほどの損失を被っただろうか4年前にアメリカでバイデン政権が誕生したことで世界にはどれほどの死者が出ただろうか 選択を誤れば取り返しがつかなくなることをこの数年で私たちは学んだはずなのに証拠りもなく次の総理に親中禁縮派の名前を口にする人々私には理解不能というふうに言われています。理解不能です。で、これ高取修一さんのポストを紹介されていますね。高取修一議員のポストですが保守団結の会第35回勉強会日体友情の日記念台北経済文化代表書から あ代表をお招きしてなお3月7日は高市の日高市大臣の誕生日とのことで会から約1 k ロの肉の塊チャーシューとローストビーフセットが贈られ満面の笑みでした肉を食べて厳しい後悔を乗り切ってくださいということで,で素晴らしい指摘ですねでこれを唐さんが紹介されて、えー、確かに高取氏 赤い池氏高市という保守現実派の笑顔のスリーショットを見ると希望を持ちたくなるというふうに言われています。本当にこの写真を見ると希望を持ちたくなりますね。そしてこちら TBS でも記事が出ております。天の時を待つ自民高市早苗氏保守の希望は安倍晋三元総理なき今勝負の半年をどう動くというふうな記事も出ておりましたね。はい、高市さんに頑張っていただきたいですね。ちちなみにこちら 勉強会に参加した議員の一人は、こ高高市氏を表した。今の低たらくな自民党の中だからこそ、彼女みたいな人は必要だと思う。保守の希望になっているのは間違いないというふうに言われていますね。本当に希望になっていますね。一方、こういう話もありましたので、紹介させていただきます。心ある岩手県民が恥じているというポスター。福井も他人のことは言えないがということで、福井県のポスターと比較して並べていらっしゃいますね。 こちら最近のなんか過激ダンスショーでお顔が出てらっしゃった方ですね。こちらは不倫の関係で出てらっしゃった方かと思いますけども。で、カルタさんが紹介されています。歌舞伎町ラブホから国会直行女性議員と過激ダンスショー青年局長は両方岩手県選出の議員だそうだ。いきなり当該の自民党ポスターが消えた後の情報も飛び交っている。だが岩手は野党も小沢一郎氏や甲斐網らといった面々でこちらもはてな。 保守現実派の日本保守党の岩手殴り込みが待たられるというふうに言われていますね。いやー殴り込んでいただきたいですね。日本保守党さんにね、なんとか。いやー、そうなったらまたいろんなことが変わるかもしれないなとか勝手に希望をいただきましたね。で、井山狩さんの昨日の会見での私の挨拶のことを掲載します。これ3月6日のポストを紹介されて、高橋さんが国費留学したから、 恩返しなんて素晴らしい。国費留学したから、その後も国費をもっとよろしくという輩ばかりだからねというふうに言われて、本当にこれも素晴らしいですよね。で、電話世論調査の支持政党の選択肢に日本保守党が加わるというふうな話が出てきておりますね。どこの会社さんかはわからませんが、このように、えー、出てきているようですね。これ事実であれば素晴らしいですね。また、こちら、日本保守党、党員が6万人を超える。 百田代表日本を豊かに強く,す強くを目標に奮闘努力するということでついに6万人を超えたということでこちらも期待ですねはいそしてこちらもです飯山かり氏の衝撃の YouTube 小池合子氏が受けたアラビア語インタビューを見た飯山氏は1発音2文法3基本単語4受け答え等々で全くアラビア語が習得されておらず2歳レベルであると明らかにしたカイ路大卒アラビア語通訳の 経歴詐称の公選法問題がまたしても大浮上というふうに言われていますね。これは小池百合子さんがね、また東京中獄に出てくるんじゃないかというふうな話がある中、とても重要な話ですよね。だからそもそも都知事を続けていいのかレベルのやばい話かと思うんですけども、はい、これは大注目だなというふうに思っております。ね、小,池小池都知事 vs 井山あかりさんということになりましたらですね本当に楽しみだなというふうに思いますが皆さんはどう感じられますでしょうかぜひ皆様のご意見などコメントをいただけたらと思いますあもう一つあもう二つですねこちらも紹介させてください有本香里氏と井山あかり氏が街を歩いているとあんたたち軍備倍増の右翼だろうと声をかけてくるおじさんがいるそうだ そういう方にも私たちは日本保守とは国民の生活が大事と考えています。でも国民を守ることも,ことも大事ですよねと穏やかにしっかりお話ししていますと有り戻しいまだに命と平和を守る抑止力が理解できない人がいることに驚くというふうに言われていますね。本当にそうだなと思います。平井小石さんが重要な発信をされていらっしゃいました。我が国の国会で行われる議論とは米国議会のように保守派もリベラル派も 国益を念頭に置きそれぞれの立場から意見を言うものではない国会では独裁国家の工作活動に応じた売国奴、非国民 VS 我が国の独立を守るものとの内政が行われている前者に国益の概念はなく政界から選挙で放築する必要があるというふうに言われていますねはい,いやこの構図しかと頭に置いて見ていきたいなとニュースを見ていきたいなというふうに思いますし 何としても独立を守る方々、我が国を愛する方々を応援していきたいなっていうふうに思います、はい。ぜひ皆様のご意見などコメントいただけたらと思います。ということで、ここから先はメンバーシップレベル1、レベル2両方の皆さん向けてのコンテンツとなります。ここから先は一般公開で扱いにくいな情報も扱いたいと思っております。続きは動画欄か,からご視聴ください。居場所様うここまでです。ありがとうございました。 というわけで、これもたくさん紹介したんですが、本日は以上です。本日もありがとうございました。それではまた。つい最後はやっぱり屋敷動画で終わりたいと思います。本日はこちら。光を飛び食べようとする猫。あまりにも可愛いということで見てみましょう。 可愛いですね。すごいなんかパントマイムしてるみたいですね。私もこれやります。というわけで本日もありがとうございました。それではまた。